基礎知識の確認を行いましょう。こんにちは、パンドラーです。 PS4 版メタルギアサバイブやっていきます。ようやく基地、まあ、ボロボロですけども到着しました。で、このゲームはサバイバル要素があるらしくて、今これ説明が入ってますけども、空腹、渇きがあるんですよね。食料や水分補給を心がけてください。ということで、今回は食料確保をしろということなので、何があるんでしょうね、食料って。ここ端末のマップ画面、マップ画面、了解。それで、マップではこれまで確認できた地形情報を表示しています。なるほどね。カロン部隊の記録は失われたため、未踏破の地域は、このカロン部隊っていうのは先にこの世界に調査しに行った部隊があるらしくて、ただ音信不通になってる、あなたの現在位置を表示することができますっていう感じらしいですね。ただし、グッドラックが送り込んだ部隊、周囲の地形よりご自身の位置を判断して、生き残りがいた場合は状況報告には保護しろみたいなこと言われました。状況が表示されています。現在の状況は食料と飲料が不足している。事態に合わせて情報が追加されますので定期的に確認してください。踏破率 5%。 それでは食料と水の確保を行いましょう。食料と水の確保、利用可能な物資の位置を確認しましたので、まずはマップに表示されるのかな。あ、これね。マップ上に予測位置をマークしましたので、ガイドマーカーを設置してください。ガイドマーカー、あ、ガイドマーカーを設置されましたね。このように目的地はご自身で設定していただくことになります。なるほど、近いな。よし、行こう。現在体力1200、スタミナ1060、空腹度 25%、 乾き 25%。 やばいな、どんどん減ってんな。あ、ハンティングだって。汚れた水、空容器が必要。羊を狩猟して食料を入手すると水を入手っていうのが左上クエストですね。容器あるかな。あ、瓶あった。綺麗な水ってあったぞ。獲得した食料や飲料はインベントリ画面から選択し使用することができます。インベントリね。食料や飲料を摂取することで空腹、なるほど、回復することが可能です。了解。早速、インベントリーは、インベントリーこれか、これ飲みましょう。もう一本飲もう。結構回復しましたね、乾きは。あ、この中にもなんかあるぞ。あ、瓶、殻がある。左上、水を入手は終わったんで、次は、羊を狩猟。羊もこの世界いるんだ。あ、これドラム缶確か壊せたよな。こうやって。今なんかネズミがいるような気がする。ネズミが見えたぞ。これも壊せんな。ネズミの鳴き声がしますね。いた。ネズミ。よっしゃ、アレチネズミゲット。ここで水を汲めるってこと。あ、汲める、汲める、汲えるじゃない、汲める。オッケー。でも汚れた水だから多分ろ過しないとダメなんだろうな。あ、羊がいる。わー、これやっちゃっていいの。ごめん、なんかすごいぼやけてるけど、画面が。空腹度か。ごめんなさい。ごめん。羊の肉、脳、動物性レーザー。なるほどね。生で食ったら病気になる。ちょっとマインクラフトとか違ってリアルだから、なんかちょっと嫌だな。
実際にこう狩猟をしてる人とかすごいですよね。猟銃の免許持って自分でこう締めてね、解体してそれを食える人ってやっぱすごいよな、尊敬する。実際こんな世界に放り出されたらやるしかないよな。でも食料のありがたみがわかりますね。次はなんだ、一回戻るか。もう一つ別の機能をご紹介します。スタンプ機能。スタンプ機能をご利用ください。スタンプ機能を使うことで一度発見した場所を、なるほど、マップ上に記録することが可能です。マップ画面ではスタンプが使用できます。あ、そこに水マークとか食料マークを置けるわけね。これで最初の任務は、最初の任務完了。了解。ベースキャンプに帰還した際には探索中に入手した資源をこちらでお預かりします。なるほど。お預かりした資源は新たなメモリーボードの反応を検知。メモリーボードって何？あ、スタンプ勝手に水になってない、これ。よし、これ OK。スタンプの記録を確認しました。ここ水。この調子で未踏破のエリアを少しずつ探索し行動範囲を広げていきましょう。こいつにアクセス？ダウンロード中。まずは簡単なレクチャーでしたが今後の役には立つと思います。これもまあチュートリアルだもんな。知識はサバイバルを生き抜く上では欠かせないものです。問題はこういう羊とかリスポーンするのかってことだよな。それではこの調子で任務を進めていきましょう。素材。続いてはタロン部隊のデータ回収です。彼らはディーデ世界の各地に観測所を設け、そちらのメモリーボードへ。リアルタイムで何時間ごととかなのかな。先ほどの探索中にそのメモリーボード、次はメモリーボードを探すのね。まずノーマルフェンスのレシピ。ちょっとなんか食わんとやばいな。先ほどの探索中にカロン部隊の残したメモリーボードの反応を検知しました。どこで料理すんだこれ。しかし同時に同じエリアから多数のワンダラーの反応も検知しています。あ、これクラフトしよう。戦闘になる可能性は高いでしょうと。構成に備えて多数を割る焼きユニットをクラフトしましょう。一応料理作っとこう。これでまず食べないとね。空腹度が 11% やばい。これ水、うわ結構減るの早いな。喉の渇きももう 70% な。20% ぐらい、もう食うしかないよな。 OK。 ノーマルフェンスをクラフトする。これかな？クラフト。よし、もう一個持っていくか。クラフトした武器はそのまま装備するか、あるいは倉庫への保存を選択できます。これベータでやったな。また倉庫を利用すると武器やユニットなどの装備。ではメモリーボードの回収を行いましょう。これでいいや。予測地点をマップにマークしました。端末で位置を確認してください。了解。今度はここね。ってことで早速向かいましょう。ご飯もあるといいな。あ、これは決勝。そうそう、なんでこの世界にそのさっきのグッドラックの組織が行こうとしてるかというと、このクバン結晶、この素材、資源、この資源が目的らしいですね。このクバンエナジーというのがすごいエネルギー量を持ってるらしくて、この回収が目的らしいです。 OK。 600クバンゲット。敵いるだろうなこれ。いるね。
防衛ユニットは LR ガジェットスロットにセットします。あ、ここでフェンスを使うわけね。これでここに立てて、ここに設置して、ここでおい、ちょっと隙間があるけど、いや、すごい数いないこれ。この隙間から来ないことを祈ろう。いいですね。OK。まだいる。これフェンスはもっと作っといた方がいいかもな。これ撤去しないでこの隙間から行けばいいね。あ、こいつらもクバエナジー持ってんのか。ここは結構素材がありそうだな。ただ、怖いな、建物の中は。回収回収。これは壊せない?これ素材集めは楽しいですね。これ壊せる?壊せるな。いやー、これ武器。もっと武器作った方がいいかも。壊れた場合、積みますね。これは壊せない。これ壊せないか。よし、次の部屋。何今のエフェクト。このドア怖え。なんかはい、回収回収。これメモリーボードか。その前に資源を全部回収、根こそぎいただいちゃいましょう。オッケー、アクセス。いただきます。これでミッション完了。オッケー、これでベースキャンプに戻って終わりかな。ちょっと他にも素材があるんで、あさって帰りましょう。あ、そういうこと。所持重量とかもあんの。どこに乗ってるそんなの。あ、ウェイト下に乗ってるわ。75キロまで持てて、今 74.2 キロ。ほんとだ、もうちょっとで、まあ、ちょうどいいか。これで帰ろう。はい、戻ってまいりました。ここで機関でクリアかな。オッケー、なるほど。あなたが探索した経路情報を分析して、これでどんどんマップを広げていく感じですよね。説明するよりも見た方が早いでしょう。マップ画面をご確認ください。データを解析しましょう。こちらで端末の同期をお願いします。ここで同期して終わり。同期します。でも一つ一つのミッションは短くていいですね。サクサク、まあ、まだ敵も少ないしな。手に入れたメモリーボードのデータは私たちと優先接続することで有効と。解析完了。データの内容はワンダラー、クワンエナジーを中心とした。これでこいつの任務の一つは完了したわけだ。オッケー、これで任務完了ですね。というわけで今回はこの辺で終了です。またメタルギアサバイブやっていきますので、よろしくお願いします。それではありがとうございました。